ロイヤルネイビーの兵士、見せつけてやるわ。はい、どうもこんにちは、しのぐです。今回はアズレンのですね、ネルソンの、まあ、艦長と、まあ、この迷彩をね、使っていきたいと思います。まあ、そうですね、アズレンのネルソンはですね、まあ、基本的にアズレンの戦艦艦長は、まあ、以前ね、紹介したドイツ艦長の、ハロウィン限定艦長のヘンリー・ジェ・ハイドとですね、まあ、似たようなスキル構成になっていて、まあ、要するにね、精度を向上しつつ、まあ耐久もねマスターメカニックで上げられるという艦長なんですが、まあ一方でね問題点としては、まあ、当然ね精度特化することによって、まあ、燃えやすい報酬積むので、まあ、燃えやすくなると、火災を食らいやすくなることと、まあ、あとは加えてですね、主砲の旋回速度を上げるスキルが鉄鋼旋回しかないんですね。でこの鉄鋼旋回っていうのが意外にうん、癖のあるスキルで AP 弾の威力が向上して、まあ、旋回速度も上がるんですが、まあ、その旋回速度上昇はクリスクロスの方がですね向上しやすくって、まあ、よりね早く回るようになるし、まあ、さらにねこの鉄鋼旋回はデメリットとして速力がですね最大強化時はマイナス 10% ってことで、うん、まあ、普通に30ノット以上出る旋回だと、まあ、3ノット以上要するに低下してしまうということで、うん、めちゃくちゃねデメリットはでかいんですよね。ましてこのネルソンとかね低速旋回で使ってしまうと速力がねめちゃくちゃ遅くなるので、うん、鉄鋼旋回ってね意外に微妙なスキルなんですよね。だからその辺をねどうカバーしていくか、まあ、フランスの戦艦の艦長で、うん、カバーしていくかとかちょっとねありますけど、うん、それをねどこまでできるかっていうのがまあ問題ですね。そしてまあこのネルソンのですね今、シャルンホルスト撃ちましたけど、まあ2つ目のスキルをね今回はだから鉄鋼旋回にせずに特徴的なビッグセブンのねスキルにしてるんですよね。ビッグセブンのスキルは貫通力がね低下してしまうんですね。まあこれねどれだけうーんまあ有効かちょっとね微妙ですけど、うーんまあ貫通力が落ちてしまっているので、基本的にね戦艦に対する AP 弾の攻撃がですねめちゃくちゃ微妙になってしまってますね。まあ、その分ね、なんか巡洋艦相手とかだと AP 弾がね過貫通することがね少なくなるんじゃないかなと思いますけど、まあ、そういうこともね特にないということなので、あ、特にあるのか、うん、まああるのかな、うん、あるのかないのかちょっと分かんないということで、うん、ちょっと分かりませんけど、まあ、とりあえずね、まあ、ビッグセブンね積んでみましたけど、うん、戦艦同士の打ち合いでは、まあ、ネルソンね H 使うのでね、まあ、特に問題ないかなと思います。さあリアンダーはね煙幕の中にこもるかと思ったら、まあ、出てきてしまったんで、さっき砲撃も外してしまいましたけど、これでね撃てば、まあ、貫通できますよね。まあ、AP 弾はですねリアンダーとか、まあ、巡洋艦に対してはねもちろん有効なのでどんどんね使っていっていいと思いますが、うん、まあ、今回は過貫通でしたね。さあリアンダーが出てくるので対応完了したわよ。撃ちましょう。まあ、精度はねこの精度特化のおかげでめちゃくちゃいいんですけど、敵巡洋艦を撃沈よ。うん、まあ、ネルソンもともとね精度そんな悪くないので、まあ、そこまで強化する必要があるかって言われるとまあないかもしれませんけどね。でコロラドが、まあ、ただね射程を短くするとティア7マッチングとかでひどい目に遭うんで、まあ、基本的にはねこの燃えやすい砲手積むしか、まあ、ないかなといった感じですね。でコロラドがいるので撃ちましょう。まあ、これでね H 弾でようやく戦艦をね燃やしていけますね。まあ、横見していればね AP 弾でもいいんですけど、まあ、防角貫通がね結構狙えないので、このスキルビッグセブン積んでしまうとね。で2箇所着火したので、で即消火、これはもう次当たればほぼ再着火できますね。さあ、まあ30秒のね装填長いですけど、装填完了したら撃ちましょう。はい、これはいい感じで着弾しそうですか。あーでも1箇所か、1箇所燃えましたね。今戦況的にはちょっとうーんかなり押されているのかな、これは押されていますね。ちょっとまずいですね。早めにコロラドを処理して、うん、次の戦場に行かないと。
さあコロラドまた撃ちましょう。あでもちょっと山にでも行ったか。いやーでも2発3発かこれだとちょっと燃えないかもしんない。あ燃えた、嘘でしょ。いやーラッキー。はいで AP 弾に切り替えますが、あーでもちょっと妙子もう射線が切れてしまうので先にクイーンエリザベスに H 弾打ちましょう。このままではこのネルソンもですね、なんかあのそういえば結構なんかツンデレな、ツンデレなのかな、なんか高慢キャラなのかな、ちょっとねあれですけど。さあクイーンエリザベスは H 打ってきているので厄介っちゃ厄介ですが、まあ、クイーンエリザベスの AP 打ってくる方が個人的にはやっぱ厄介ですね。さあこっちも HE で反撃しますが、うん燃えますね。そしてコロラドは撃沈できそうかな。これでああでも火災消してますから、これまでも2隻いるんでね、とどめさせそうですけど。ああで吹雪出てきましたね。これは撃てる、撃つしかないか。さあここでねもうこっち駆逐艦がいつの間にかいなくなってるので、ここでもう仕留めていかないとまずいですが、偏差は合ってないか。いやー無理か、きついなでコロラドは味方が仕留めそうですね。これはナイス。敵が優勢、恥かかせたくないなら何とかしてみせなさい。はい、もう3対5なんですよね。でこれシャルンホルストがいるので、とりあえずここで一回止まってシャルンホルスト打ちますか。うん精度はほんとめちゃくちゃいい。はいまあこれでとりあえず一箇所着火。まあこれねどうなんでしょうね、この火災攻撃は、まあ、戦艦で火災回復できちゃうんでね。で吹雪が当然拠点占領入ると、これ拠点戻るしかないですね。ここは次シャルンホルスト着火したら、てかここでもう拠点に向けて舵を切るしかない。正面にちょっとウォースファイターじゃなくて、クイーンエリザベスいますけど、腹を晒してでも一回拠点に戻らないとね占領されて負けてしまうので、ここはもう一気にね拠点に帰りましょうか。はいでまたシャルンホルスト着火と、まあ、本当はね一回火つけたら次 AP 弾でねごっそり削るのもまあいいんですけど、ここはまあ吹雪が見えた時のために、うん H 弾想定しておきましょうか。でまあクイーンエリザベスがねなんか HE にこだわっているので、ここはねまあ腹さらしても大丈夫だろうっていうちょっと思惑もあったんですけど、まあ案の定ねHE 撃ってきましたね。でシャノンホルスの一応後ろの方を狙って2箇所目の着火を狙っていきましたが燃えましたね。で吹雪からの魚雷が来るんですが、これはなんとか大丈夫。ここで魚雷食らってたらそういえばアウトでしたね。まあただ火災ダメージもねもう消すしかなかったんで、ここは賭けでしたけど、でまだ吹雪車線が残ってるはずなんで効きそうですね魚雷が。でリアンダーが結構瀕死で、妙子も真横をさらしてますね。でリアンダー消えたか。とりあえずじゃあ HE ですけど、まあ妙子打ちましょう。で次 AP 弾に切り替えて、でシャルンホルスト燃え尽きましたね。さあこっからなんとか逆転していきたい。まあ巡洋艦もね拠点入ってるんで駆逐艦が見つかるといいんですけど、まあ今勝ってますね。でリアンダーも結構瀕死なので2隻ぐらいだったらなんとかなりそうなんですけど、はいもう燃やされましたけど、まだ全然回復の、範囲内入ってますね。このままでは。さあ吹雪は見えるか。見えたさあここで煙幕の中にとどまっていたのはかなり悪手だけど、ちょっと確実、あこのタイミングで撃ちましょう。はい AP なだったんですけど撃沈できましたね。さあここでダメージが来たんで一気にねこれ回復していきましょう。この回復量がね本当にこのネルソン強いところですね。とりあえず火災1箇所はもう放置して、あの一気に回復しておきます。でずっとね1撃ってくる妙高が非常に厄介なので、ここでAP 弾で、まあ、これだけ横見してればね巡洋艦いけると思うんですが、さあ偏差はまあ良さげだけど、嘘でしょ話にならないわ誰か、ナイスリアンダー、これマジ神。でも修理班がねないんですよね。でクイーンエリザベス H 撃ってくるんで、これ燃えたらもう一回消火班使って
っていくしかないですが、まあ、とりあえず AP でクイーンエリザベス打ちましょう。で HE に切り替えて燃やしていきましょうか。おお、でもごっそり削れましたね。これ AP でもいいな。1万7000入りましたね。まあ、貫通さえすればね、威力自体は高いので、でリアンダーを、リアンダー仕留めたいな。でもこの状況、ちょっとリアンダーの方向に一応向かいつつ、引き打ちでクイーンエリザベスね、対処していきましょうか。うん、多分正面にのどこかにいると思うんですけど、いやー、漏れな、嘘でしょ、もうこれはもう消します。火災発生、消さないとね、沈んでしまうんで。このままでは、で、まあ、リアンダー見えないのでクイーンエリザベスに、まだでも射程入んないか。対応完了したわよ。さあここで、いやー、撃てないかちょっともどかしいですけど、ちょ、あー、でリアンダ見えた。これは仕留めたい。撃ってきましたね、まあ、見つかったと、見つかったということで、ここはね、消える前に仕留めないと、こっちもね、危ないん でこの四方の旋回が遅い。やっぱこれでもクリスクロスとか鉄鋼旋回とか積みたいですけどね。でこれで、あー、でもこれ、いや、消えたよし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 、これでまあ万が一俺が沈んでも大丈夫か。いや、でもクイーンエリザベスね、これで仕留めに行けば、いやー、これはね、なかなか厳しい戦いでしたけど、まあ、ネルソン、あと1回修理班あればね、もう確実にこの場面生き残れる、余裕で生き残れるんですけどね。早くマスターメカニックね、強化しないと。うん、味方もまだまだ大丈夫そうなんで、これはまあ勝ち確かなと。なんとかね、まあ巻き返せましたね。さあ、座礁しているんで、ここはもうどんどん燃やしていきましょう。で、まあ一箇所着火したら、もう横見してるんで AP なんでね、さっきみたいに削っていけばいいんじゃないでしょうか。はい、燃えましたね。まあ消すかも、あ、消しますね。まあでもこの HP なら、うん、AP なんで十分削りきれるでしょう。さあ残り50秒なんで、まああと2回かなぐらいしか撃てませんが、さあリロードが完了したんで、まあバックしていくようなんで、そのまま撃っていきましょう。いや、非常にね、精度は良くて気持ちいいんですけど、まあその分ね、燃えやすくなってしまうのがちょっと、いやー、でもここで外れたか、なんだ、まあでも味方が、うん、削り切ってくれるんで、うん、大丈夫ですね、これは。いや、ありがとう。ありがとう。何を、ぶっ飛ばされたの？はい。戦艦にぶっ飛ばされたらね、痛そうですけど。ま、というわけでね、ま、今回は、うん、アズレン・ネルソンだったんですけど、ま、正直やっぱね、火災がやっぱかなり食らいやすくなってるんで、うん、消防士はね、スキルは必須かなという感じですね。うん、あと四方の旋回が遅いので、うん、その点もちょっとネックなんですけど、まあ、ビッグセブンのね、高い火力は、まあ、一応、まあ、発揮はできたと思いますね。まあ、ただやっぱ個人的にはやっぱクリスクロス積みたいなといったところで、まあ、果たしてね、このアズレン戦艦艦長とおじさん艦長ね、どっちが、うん、有効なのかね、ちょっとまだね、ちょっと結論が、ね、出せませんね。うん、といった感じで今回はネルソンでした。ご視聴ありがとうございました。